京都第2節1戦目バッターボックスは4番吉田。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。小笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。一二塁間を破る、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返して出塁していきました。いや本当にうまく反応しましたよね。バッターボックス吉田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。祖父江、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ショートボールをこぼした、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー、バッターは3番大島。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターインサイド落ちました。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。今日は見事な完封で白星を